ただいまね、18時46分。さあ、今日はね、WU のね、内海でね、ちょっとやろうと思いますけどね。とりあえず、投げていきましょう。はい、おったら、すぐ来る。さあ、釣り人はね、自分以外にね、一組ぐらいしかいなくてね、ガラガラですわ。外向きの人は、あ、一人いてるかな、あれ。多分外向きはね、あそこ、いてるな。外向きの人いてますね。外向きはね、釣れるんでね、内海でね、どうなんやっていうことをね、ちょっとやっていこうと思いますけど、相変わらずの流れないね。まあでもね、こういうとこでね、釣れるんやったらね、全然ね、足場いいんで、ええと思うんですけど。まあ、つうことでね、ここでね、頑張ってちょっとやっていこうと思います。おるね。19時15分。ほらほらほら、沈む。いてるやん。よかったよかった。でも やりました中身でもいてる感じやね、なんかね。よしよしよ、こっちもね、このね、街灯にね、寄ってくる魚にね、街灯の力にね頼り切ったね。頼った釣りをね。ああ、まあ、お前、なんちゅう上がり方しとんね。ほんまにもう、もう一回行く。よしよ。重いの。ちょっと待って、ちゅうめんよ、お前も。はい。よっしゃ。食いはそんなによろしくないですね。感じですよね。さあ、どうかな。あ、動いてくる。お、よかったよかった。耐えた。よいしょ。もう見えへん。さあ、食いはどんな感じでしょうかね。あんまりよろしくないような感じですけどね。噛んだまま寄ってくるわ。どんな感じかちょっと確認しに行きましょうか。よし、はい、乗った。はい、乗りました。よっしゃ。はい、小さい。ちっちゃいわ。はい、次もおったらすぐ来る。こうやってちょこんってこうね、刺すにかけてちょっと置いとったら来ました。さあ、つうことでね、総裁選も終わりましたね。次期首相が決まった瞬間にね、一直線にね、1000円落ちてました。ドル円とか3円落ちとったね。びっくりしたわ。まあまあ、あれですもんね、金融所得課税とか、法人税増税とかね、言うてましたからね。まあまあ、株価あんな感じになるんかね、まあ、分かりますわね。なんかね、ニーサで株とかやれやれ言っといてこれやからな、おめえな。もう盛大に橋を外されてるっていうね、えぐいわ。この世の中はえぐすぎる。なんかね、手前で反応あったわ。ちゃうんかな、フグかな。
なんか反応あってんけどね、遠い目ね、全然反応ないからね。ちょっと足元でちょっとや流してみたんですけどね、プンってこう反応あったんやけどね。あ、沈もう。ほらほら来た、ほら来たわ、ほら来た。いやー、足元に寄ってきてるわ。なんかやっぱ光に寄ってきてるから結構近いところにおるっぽいね、なんかね。うわー、離したかな、なんかね。大丈夫かな、こっち来た。いや、足元まで来たね、なんか。よしよしよし、楽しい楽しい。こんな至近距離で当たりを楽しめるっていうのもなかなか見えちゃいます。ほら、うわ、走った。おいおいおい、あ、おるおるな。おるわ。はい、釣れました。ちょっとね、短時間だけですけど、ちょっとやってみましたけど、ちょっとあれね、内側ちょっと少ない感じかな。街灯あるから寄ってくるかな思ってたんですけどね、そんな、なんとかね、2匹ですけどね、ポツッと回ってきたやつが釣れたっていうような感じなんでね、潮の流れもなくてね、ずっとね、目の前あるんでね、さすがにちょっと退屈すぎて、ちょっと湧いてたらあれ別ですけど、そんな感じじゃなかったんでね、つうことでね、ちょっと様子見ということで、今日はね、短時間でね、終了しました。ちゅうことで、